ミラノ地下鉄 M3000M3000 またはリーネさんはイミラノ地下鉄の一つの路線である建設工事は1981年9月8日に始まりワールドカップに合わせた最初の開業の1990年まで行われラリーネさんアバンサというポスターで一大キャンペーン広告を行った後同年5月3日に開業した2011年現在 路線延長 17km21 駅、ミラノ市北部のコマジーナからミラノ市南部のサンドナートまでを分岐なしで結んでいる。路線はリネアジャンラとも呼ばれ、その色は路線図の色分けに使われたり、駅や地下鉄車両の基本色となっている。運転手が一人で扉の開閉と発車を行うワンマン運転となっている。 1> 8 1 0 0八8 0 0 0八8 0 8 0 k 8 1 0 0 k 9 0 0メネギの8 0 0 0百9 0 0サンドナートロゴレド海エスポルトディメアコーベトブレンタローダイティブ海エスポルタロマーナクローセタミッソリドゥオーモモンテナポレオネツラチレイプブリーコサントロール海エスサンドレヨザラマッケヤシニーデジアーノアフォリーチェントロアフォリー FNM コメッシーナありがとうございます